どうも、マキロンです。今回は豊橋の魚市場にやってきました。先週はニザダイを購入したんですが、最高のクオリティだったんで、今週もどんな魚がおるのか楽しみに市場の探索行ってきたいと思います。それとね、僕の動画では毎週市場の動画上げてるんですが、毎回魚の種類や値段全然違うので、ぜひ魚の興味ある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日も楽しんで市場の探索行ってきましょう。さあ、果たして今日はね、ニザダイを超える魚がいるでしょうか。楽しみだな。
たくさん持ってきたもん。この米粉じゃっとかな。ただいまってことでね、本日も市場をブラブラ回ってきたんですけども、本日もね、3名の方お声掛けいただきありがとうございます。着々とね、豊橋の方でも声かけてくれる方が出てきてね、すごく嬉しいです。これからもね、少しでも皆様のお役に立てるような動画作りしていくので、応援よろしくお願いします。そして今回なんですけども、今回はね、ヒゲ剃り台が売ってました。結構市場でもね、ちらほら見るんですが、なかなかの大きさのいい個体がいたので、早速購入してきました。そして今回購入したお魚はね、インスタグラムにて姿作りしてアップすると思うんで、ぜひインスタグラムのチェックよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。これからもマキロンチャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあな、